今回は久しぶりに分数について勉強していきたいなと思います。いつも分数で出てくるケーキです。この1個の1の大きなケーキを4人で4つに分けました。そしたらそのうちの1つ分これを取り出してあげるとこれは分数で表すと何個になるんやったっけ このケーキ1つを分けます4つに分けますそのうちの1つ分なので4分の1になったんやねこれで4分の1と読みましたそれが例えば4つに分けますそのうちの2つになると何て言ったかっていうと 分けます。4つのうちの2つなので4分の2になったしこれ見方を変えると2つに分けた時の1つなのでこれは2分の1とも見ることができました。まあこのよういう分数について今まで勉強してきたんやね。それじゃここから新しい内容です。今まではこの1個を考えていた。 一つを分けるっていうのを考えていたんやけどこれってどうなるんやろ。今ここにケーキまる一個四つに分かれているやつがあるよねあるよねそれとこの一個これってこの全体って分数で表したらどうなるんやろどうなると思うこれそのまま表すことができるんです。 四つにに一つつのケーキを四分けました。一つ分の大きさは四分の一になっていたんやね。全部四分の一になってたんやね。そうやって考えるとこれ全部五つ集めると四つに分けたやつが全部で五つになるので四分の五になるんです。 そのまんまです実は分数ではこういう,うに1より大きい数を表すこともできますこういうように1より大きい分数とか、1に等しい分数こういう分数のことをこの漢字に習ったかなこれは「仮」って普通は読むんやけどこの時には「か」って読みます。 分数と言いますなので今出てきた4分の5もそうやしあとは分子の方が大きかったらいいので2分の3もそうやし2つに分けたやつを3つ集めましたよね。これは1より大きくなってるよね。あとは例えば10分の12とかもそうです。そして1に等しい分数も仮分数です。 このケーキ1個分4つに分けたうちの4つ分4分の4とかもこの過分数になります。それに対して今まで勉強してきた今まで出てきたような4分の1とか3分の2とか分子の方が小さいつまり1より小さい分数のことは新分数っています。 分分数ををつに種類を分けてあげました。新分数というです。えばここからこの単元では一より大きい分数どんなものがあるのかまたそれの足し算や引き算について勉強していきたいと思います。